本日はクラウドネイティブプレゼンス2021ジャパンヨーヨーリーグウエストジャパンヨーヨーコンテストへお越しいただき誠にありがとうございます。ここからは第3グループを始めていきたいと思います。本大会のスポンサー各社のご紹介ですが、第2グループ以降は接種時間短縮の関係でアナウンスを省略させていただきます。各協賛企業様の情報につきましては大会ホームページにてご紹介しております。ライブ配信をご覧の皆様は概要欄のリンクからぜひご確認ください。第3グループのタイムスケジュールをご紹介いたします。第3グループはフリースタイル競技 4A5A 部門を行います。17時からフリースタイル 4A5A 部門の予選、17時20分から予選結果の発表を行い、小休止を挟みまして17時40分から 4A5A 部門の決勝を行います。18時20分ごろ全演技が終了、18時40分から結果発表を行い、本日の大会は終了となります。なお本日の大会の模様は現在 YouTube ライブで配信しております。 YouTube でご覧の皆様はぜひ選手への応援よろしくお願いいたします。合わせて本日 JYYF の新しい検定が発表となりました。放送中にトリックビデオが流れますのでぜひチェックしてください。先ほどご紹介したスケジュールや演技順につきましては受付の掲示物をご覧いただくかジャパンヨーヨーリーグのホームページをご覧ください。最後に本大会における注意事項です。まずはコロナウイルス感染症拡大防止に関するお知らせです。会場内ではマスクを必ずご着用ください。ステージ上でのマスク着用は松原市の規定により必須となっております。ご協力よろしくお願いいたします。ステージチェックは中止とさせていただきます。選手待機エリアは、ございません。名前を呼ばれましたらそのままステージにお上がりください。体調不良の方は受付までお申し出ください。大会終了後、大人数での懇親会は行わないようご協力をお願いいたします。次に会場利用に関する注意事項です。貴重品は各自で管理してください。感染時フラッシュを使用しての撮影はご遠慮ください。また携帯電話などは音が出ないようお設定ください。声を出しての応援は禁止とさせていただきます。本大会は YouTube ライブで配信しております。配信機材周辺での死後は控えていただきますようご協力をお願いいたします。不明な点等ございましたらぜひお気軽にスタッフまでお声掛けください。それでは、大変お待たせいたしましたウエストジャパンヨーヨーコンテスト第3グループ始めていきたいと思います。お願いします。